シャモン TV 始まります。この間の新人願文の超詳細解説の続き、まあ多分これ今回でここまでいけると思うんだけど、阿弥陀様の姿を見ることができれば他の仏さんも見ることができるんだっていうところからのここね、諸々の仏さんたちを見るということは、これを念仏三昧と名付くと、仏を念じ三昧みたいな、仏念じ放題みたいな、 見放題みたいなと名付くと。でこの簡素の念仏をできたものは全ての仏の身を見る簡一切仏心と名付けると。でそれをもって仏の身を見るがゆえにまた仏の心も見ると。だから仏の身を姿を見てるんだけど、それを見るということは仏の心もまた見えるんだって言ってるわけね。で仏の心を見たものはこれはもう大いなる慈悲そのものであると。もってどんなものに対しても、どんな縁のある人々に対しても、慈しみを持ってさまざまな私たち衆生を救い取るのであると。でこの観念の念仏を成した者は身を他の世で捨て、まあ要するに亡くなった後もろもろの仏の前に生まれると。まあもう仏さんをもう見終わってるから、もう仏さんのところにもう亡くなった後余裕で行けてしまうと。で無承認を得る、生まれたその後にね。無承認って何やろということなんだけどさ、これもねシャモン TV でさ菩薩の会の話したじゃん、レベル52の話。無承認っていうのはレベル52の分け方の一つなわけだから、レベル52のうちどこの段階で生まれられるのかっていうのをここで解いてるわけ、すごいねそう考えるとね。レベル52の話前にやっててよかったね。でね、まあまあ52の内訳は多分もう覚えてないと思うんだけど、まあ僕ももう忘れてるぐらいだから。で思い出したら、無承認っていうのは悟りの段階レベル52まで上がるその呼び名の一つとして三宝人っていう分け方があるわけ。まあレベル52の分け方っていろんな分け方があるから、別にレベル52が絶対的な分け方なわけじゃないの。3つに分けるとしたら三宝人っていう。で一応いろんな諸説はあるんだけど、レベル52に照らし合わせてこの3つを解くと、11から20っていうのが温光人の段階、レベル21から30が入順人といって、でレベル31から40が無償放人って言ったり無償人と言ったりするわけだから、仏の前に生まれて無承認を得るってことは、やっぱ極楽でその生まれるってことは、無承認っていうのは31から40だって言うじゃん。ここを得たってことはさ、やっぱ41から極楽でスタートするんじゃないかっていう、まあここはいろんな説があるんだけど、でもこういうそういう意味ではやっぱ41からスタートするっていうことなんじゃない、極楽でっていう。41以上はさ不体験って言って、そこからレベルが落ちることはないっていう場所段階ね。龍樹菩薩、龍樹菩薩がさ、龍樹さん覚えてる、41まで行った人、唯一じゃないか、実はもう一人行ったらしいんだけど、無著さんだったかな、まあ龍樹さんですよ、41まで行った人、思い出したで、ああそうだ、そうそう、無承認を得ると。だからレベル41から始まるということね。でこれゆえに智者は、賢い人は心をかけてこの教えに応じ無量寿仏を体感せよと、まあ無量寿仏を見るということを一生懸命やれと、賢いのであればとっていうことを言ってる。でこっから先の、まだこっからお経ドアで続くんだけど、こっから先はねもう一回同じこと言うんだよ。今まで話してきた内容の復習みたいな、お釈迦さんもまあいろいろそういう説明を阿弥陀様の様子について話していくんだけど、よく聞けよと、阿難と、偉大家と、もう一回ちょっと簡単に復習するぞみたいな感じで話し始めるわけ。ここからは無量寿仏を見るものを見るんであれば、まず
一個一個の形とええ感じの雰囲気をまず一つのものを集中してみようと、集中することにまずやれと。でそして眉間の白毫を見て、眉間の白毫がちゃんと見れることができたら、八幡の視線あるいい感じの形とか層合が見えるわけです。でそれは自然に現れる、まあ、自然にファーッと見えるようになると。で無量寿物を見ることができれば、それはすなわち十方のいろんな諸仏、他の仏さんたちも見ることができると。であらゆる仏さんを見ることができて、そしたらそこに、見れた仏さんたちは目の前に、その人の目の前でもう見てるわけだから、こっちは仏を、でその仏さんたちも「ああ気づいた」みたいな感じで目の前で、その人の目の前で、受記をするって言うんだけど、受記って何かっていうと、仏からこう未来を確約されると、確実に私の仏国土に、来れるようにするぞと。でこれを成した、これは変換一切色心相という名前だと。この第9巻9番目のこれは変換一切色心相、阿弥陀さんを見る、阿弥陀仏を見る方法だよと、こういうふうに名前を付けようと。でこれを見ることを正しい見方、召喚と名付ける、これをと。もし他のものが見えてもうたら、それは邪観、正しくない見方だと名付けると、そういう話なんだね。だからまあまあお経ってモニ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 言ってるから何言ってるか分かんないんだけど、こうやって見てくとさ、ああこの単語は結構よくシャモン TV で言ってるなとかさ、部分的に見ていけばなんとなくでも分かる。それがいわゆる新人感ですということで、お疲れ様でした。